デング熱の感染者は74人に上っています。週明けの代々木公園付近では通勤や通学で通る人々から不安の声が上がっています。東京都内の別の公園などでは順次調査が進められています。出かける前に虫除けスプレーを、できるだけ代々木公園の前を通らないようにしています。デング熱の国内感染者は現在74人が確認されていて、感染者のうち1人が発症する前に訪れていたことが分かった明治神宮外苑では、昨日蚊が多く生息する草木の多い場所などで駆除が行われました。一方、新宿御苑では訪れた人のうち感染者は確認されていませんが、代々木公園と近いため昨日から閉鎖されています。他にも都内では港区の有栖川公園や渋谷区の宮下公園などで蚊を捕獲して調査を行うなど影響が広がっています。厚労省は午後に国内感染者の最新の人数を公表する予定です。